いいかね、とりあえず買ってはいるんだけどどれをね何日に着るかっていうのを決めてなくてちょっと待ってねえっとね土日に土日の方がやっぱ人来るから土日に着たいやつがあって次はいつだっけただいまああとえい,いかねはるちゃんの。 ナース服も借りる予定なのでもこれもいつ着るかも決めてないのえっとねどうしようかなーえっとこれが次が26か26は火曜日かえー、どうしようかなーあでも2628もあるのかどうしよう 31も置きないといけないのか <laughs> どうしようかなちょっと待ってねあれこれ土曜日はハロウィン仮装×って何ハロウィン仮装しないよってことですかこれはうんー あ、撮影がダメってことねちょっと画像的にちっちゃいんだけどこれとこれを着るのとあとねこれとこれめっちゃかわいくないちょっとエッチじゃないしかもこれとあとねもう一個はあこれもなんかあんまり見えなくなっちゃった ちょっとこれエッチすぎないかなこんなの買ったっけえんかちょっと待ってねこんなんだっけインか買ったのち,ちょっとなんか画像が際どすぎてびっくりしてる今あれかわいいでしょみんなこれ見たら会いに行きたくなっちゃうでしょちょ,ちょっと待ってねこんなにこんなに んなにセクシーだったっけどち,ちょっと待ってねあとね警察官のポリスのねやつも買ったんだけどそれにプラス手錠も買ったのこれなえちょっとえあのなんか 画像はエロいけど私はこんなにエロくないはずですはいちょっと待ってねあん,、まあんまりエッチじゃなさそうなの今探せるんだけどなんかすごいこのお姉さんたちがめっちゃエッチなんだよなこれですねって感じですなんですけどバニーちゃん可愛いよねめっちゃしかもお腹出ちゃう この警察官のやつもお腹出ちゃう。上にはさらに、え、何にも着ないよ、上に。このまんまよ。これをね、やっぱ土曜日とかに着ようかなって思ってて。あ、そう、1枚目のはそうだよ、リゼロのやつ。羊。 それで踊るのえ、これで踊るよもちろん。靴はないから、靴マイムロ履こうかなって思ってんだけど。みんなバニーちゃんが人気だね。まあ、可愛い,いもんね。え、どうしようかなどうしようかなでもな。え、みんな、平日にバニー着るって言ったら怒る 26か8に昼るって言ったら怒ったりしちゃうちょっとバニーちゃん際どいから28に着ようかな撮影 NG だしあ違うわん?×じゃないこのまっすぐの防線って何ハロウィン仮装のあこれはちぎかだからってことかえあ これで踊るのきついから、赤替えにしようかな。なるほど、なるほど。把握しました。でも多分、レムの方がパンツ見えるから、レムの時に赤替え、羊、羊を28にしようかな。26に来たら怒る、バニーちゃん。でも、人気だったらもう一回切ればいいし <laughs>。え、どうしようかな。 迷っちゃうあとルーちゃんの,あのメイド服も借りようとしてるなんかいっぱい着る機会あるらしくてあそう名古屋でもなんか着るっぽいですよあこれ言っちゃダメだったかも <laughs> みんな内緒だよ今のは聞かなかったことにしてね あ,じゃあやっぱり時間じゃんほんとだ忘れてたねえまた話し足りないよみんな汗汗うーんちょっと今日はここら辺にして明日レッスンなんだけどレッスン終わりに配信するかもしれないからちょっとまたお話しましょうねみんなありがとう来てくれて。 今日もみんな一日お疲れ様でした。明日ね。明日ね、じゃない。明日できるか分かんないけど。ツイッターもチェックしてね。インスタも。あ、インスタ今日めっちゃストーリーいっぱい更新したよ。見てね。じゃあね、みんなお疲れ様でした。ありがとう。おやすみなさい。バイバイ。あ、間違えちゃいました。こっちでした。バイバーイ。